通過して左手赤番向かいますが、5番の期待が気持ち行く気満々か。 G1 準決勝再戦、犬伏が早めに車を下げます。5番の期待がスピードを一気に上げています。元の位置に戻ったところで打勝です。5番の期待がハイピッチの先行、4番森田3番手、釈迦もちょっと飽きた7番の新山が4番手、3番金が6番、ちょっと8番松本離れています。1番の犬伏さらに離れて8番手、ホーム4番手から新山恭平がまくれるか。9番の軍事が激しく抵抗、その抵抗を東北で乗り越えるか。森沢が切り替えた、森沢が切り替えた、9番軍事が番手まくり、6番手が3番金がまくる、金川が新山恭平上をまくるか。徳島勢苦しい、9番軍事が先頭、内から2番の森沢キングも4コーナーバッター、9番軍事先頭、4番森田、森田が最後追い込んで4番9番3番か、森田優也。野口は石塚を相当警戒、石塚を後方に下げさせて、そして残り2周から前傾勢グイグイといきます。今日も2周先行逃げ切るか、負けじと石塚が攻めていきます。の福田が抵抗するも、そこを石塚が乗り越えて踏み合いです。壮絶な先行争い、力と力の戦い、これがまさに競輪の迫力満点だが、石塚力尽きた、故障を切り替えた。山口金也5番手、新田7番手、松浦8番手、縦長です。野口側とは持久戦、粘れるかどうか。3番手切り替えた故障がまくっていきます。故障が仕掛ける、新田は7番手が打ち救っていけるか。松浦も追っていきます。インから救って新田が自力まくって松浦も追いかけます。やはり SQS さん3人が抜き出した、故障優作、新田雄大、新田抜き出して1番2番7番です。岐阜勢がまず深谷ラインを抑えに行きます。残り2周です。素早く3番酒井が岐阜勢に切り替える、4番の原田健太郎も関東勢を追って、脇本雄太、山田同期の2人一気に行きます。橋本幸は抵抗できるか。ジャン3コーナー一気の先行です。3番手取り合います。橋本が打ち、外は酒井、関東勢が3、4番手、原田健太郎は離れて7番手、深谷は8番手、やや縦長。3番酒井が足の貯金は余っているか、まくれるか。脇本のハイペース先行、バック手前酒井が仕掛けるが、9番山田の真横でいっぱいか。3番酒井はワンジグス、平原内に切り替えた、後方は苦しい状況だ。前3人抜き出した、外から平原迫ってくるが、脇本先頭、山田並んでゴール、並びました、平原3着です。俺のペ